サイドのボール、これでまずは三振、栗山倒れました、ワンアウトです。追い込んでからコースいっぱいいっぱいの力十分の中で、左右かしサード小木です。またこれをチャンス広げることができるかというふうに見たバッテリーになりますが、追い込んでます。バットが折れました。ファーストライナーです。スリーアウトになりました。セカンド正面のゴロになりました。まずはそういうところがあるような感じしますけどもね、はい、そしてこの次はバッティングがいいんですが、これは4-6、3と当たってダブルプレー。朝からバックハンドで二塁を送っています。スリーアウトになりました。